ただいまご紹介いただきました研究振興局の奥野でございます。研究データエコシステム構築事業シンポジウムの開催にあたり、一言ご挨拶申し上げます。まず、本事業にご尽力されている黒橋所長をはじめ、中核機関群である国立情報学研究所、理化学研究所、東京大学、名古屋大学、大阪大学、また江村院長をはじめとしたエコシステム構築事業推進委員の皆様におかれましては、お忙しい中、シンポジウムへのご参加ありがとうございます。さて、令和4年度から開始した研究データエコシステム構築事業につきましては、先ほど黒橋所長からも、ね、プレゼンがございました通り、分野を超えたデータ共有利活用の促進によって研究活動を変革する研究 DX を全国的な動きとして進めていく取り組みであり、国立情報学研究所が構築する NII リサーチデータクラウドの高度化や環境整備を推進しているところでございます。データ駆動型研究や AI 等の活用による大量の研究データ分析が世界的に進展していく中、さまざまな分野機関を超えて、大規模かつ高品質なデータの利活用を進めていくことが研究推進の鍵となっております。研究データの利活用の推進については、本年5月に開催された G7 広島首脳コミュニケや仙台科学技術大臣会合でも、オープンサイエンス、オープンアクセスを進める旨が示されている通り、研究データの利活用は、世界的な潮流であり、本事業の重要性が、ますます高まってきているところです。先ほど所長からもご説明がございました通り、この事業の立ち上げにあたりましては、この研究 DX を進めていく取り組みの中で、 NII が中核となって分野横断的に研究 DX を進めるという、この事業のコンセプト、目的というのは、極めて訴求力が高かったと私どもも記憶しております。そういった観点で、現在の政策の潮流において本事業に対する期待は高まっておりますが、このまさに明快でクリアな目標は、一方で極めて、幅広いチャレンジングな取り組みでもあると、承知しております。関係機関、事業に取り組んでいらっしゃいます関係機関の皆様が、このチャレンジングな目標を達成していただくこと、ハードのみならずソフトも含めて、この研究 DX の取り組みといいますものが、当初の目的を達成されることを期待しておるところです。この中で、今回のシンポジウムは、これまでの事業の進捗状況等の報告もございます。今後の推進に向けて、関係者や利用者と様々な視点からの議論を深めていただく場となりまして、また、研究データエコシステム構築事業がますます発展することをご期待申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。